署名活動は今日から始まった真野桜祭りに合わせて曽我さん親子を救う会などが開いたものです。曽我さんが拉致されてから今年の夏で46年、一緒に拉致され安否のわからない母親の三好さんは92歳になっています。曽我さんは今まで以上に救出活動に力を入れたいと、今月から市の拉致被害者対策係で勤務を始めています。もう時間がないという私の大好きな母にも一日も早く会いたいと。曽我さんは今後、修学旅行生への講演なども計画しています。